こんにちは。今回は、ミニバッグの作り方をご紹介します。ちょっとぷっくりしてますけどね、横がね。全く全部直線のみで作ることができます。でこれは前回ですね、ご紹介した作品集で、フリル袖のワンピースのグレーの紬と全く同じ素材で作っています。でそれに同じようにレースを上に叩いてますね。でこれでワンピースとお揃いで持っていただくことができます。こんな感じですね。底板入れてます。でこれはこんな感じでもう全くまっすぐで普通のマチ付きのバッグと変わんないんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、ちょっとポイントがね、ここだけちょっとマチのサイズ、ここだけタックを取って作るっていう方法、それがちょっと違うだけなんですけれども、こんな感じでちょっと可愛らしくなります。でこれはもうバラバラ、ここもまあ分けて生地がなかったと取ってるんですけれども、例えばですね、こういうこれ黒のフォーマルの帯ですね。帯をほどい、袋帯をほどいたものです。6通ぐらいなんですけど、6通ぐらいというか6通ですね。6通なんですけど、こういったもので作るともう全くここも輪にして内側ね、中のここの底の中心部、ここで剥ぐようにして、こうですね、こういう風な感じで中で一箇所剥いで裁断していくとすごく簡単に作れると思います。で例えばこれにね、ビーズをあしらったりだとかね、スパンコールをあしらったりだとか、そういったね感じで装飾して作っていただいても良いですし、もうこれ真っ黒で作るともうそのまま法事とか武州儀とかね、そういう法事とかにもね、法事やいろんなそういったフォーマルな場にもね、お持ちいただけるかと思います。それでは作り方をご紹介していきます。材料からご紹介していきます。ですね、これ私生地が足りなくて、ちょっとここで剥ぎ合わせてるんですけど、この剥ぎ合わせる必要はなく、着物幅で、そのまま、ここだけカットする形ですね。通常だとここの待ちのところ同じサイズに、ここ8センチだったらここ4センチでカットしていくんですけど、タックを取るのでね、2センチ多く取ってます。そこがちょっとポイントなだけで、あとはもうサイズお好みですね。で着物幅なので、もうこれはだいたい33から35、もうちょっと狭いやつもあるかもしれないんですけど、そんな感じです。高さ17、8で、ここ6ですね。で前作品集でご紹介したレースを貼ってて、これにもね同じ形でレースを貼ってみました。で裏は100均のアイロン接着シートにドミトシンを重ねてアイロンで貼ってます。でこんな風に剥いでますね。で裏は同じように剥いでるんですけど、ポケットをつけてあります。これつけちゃいましたもん。でマグネットボタンをつけるのでね、そこのところの裏に接着芯を貼ってます。両方ですね、これをつけていこうと思います。で、マグネットボタンをつけた後に、薄いこの接着芯をこの、布が傷つかないように上から貼っていこうと思います。あと、これ、底板ですね。で、あと、ハンドル。ハンドルもこれ、共布で作っちゃいました。幅 4.5 センチで長さ38センチなんですけど、それ接着芯貼って四つ折りにして、ステッチをかけています。これリボンでも何でもいいと思います。お好みで。例えば、ぐるぐるリボンとかね。半分に折ったりとか、お好みで
手元にあるものとかでね、良いと思います。で、まずこの本体と裏を中表に合わせます。で、中表に合わせたら、この端、上の端、ここ1センチで両方ですね、縫っていきます。上端と下端、あ、両方とも上端ですけどね、中表にして表と裏を縫い合わせました。で、縫い方はこの限りではなく、今回表からステッチ、入れ口にステッチをかけないためにこんな縫い方をしてますけど、もちろん横、底横、脇横、その脇とは一緒だ、縫ってから最後に上を縫って、で、ステッチをかけるっていう方法でもどちらでも良いと思います。ご自身のやりやすい方法で良いと思います。で、縫い代は裏地側に倒しています。で、表に返して、で、入れ口のところにの裏地側の方に、こっちですね、表がこっちなんで、こっち側、ここにコバステッチ 0.1 センチから 0.2 センチでステッチをかけていきます。こっちも両方ですね。で、こうすることで表にステッチが出ないので、カジュアルな感じにならないですね。裏の端にコバステッチをかけました。で、次にこのマグネットボタンをつけていきます。端から、もうステッチをかけたので1センチぐらいのところにつけていこうと思います。このね、マグネットボタンつけた後にステッチをかけるとすごく縫いづらいですね。で、このコバステッチ苦手だっていう方は、最後に口をあれでもいいです、星止めでもいいです、お好みで。で、別にここに表にステッチが出てもいいっていう方は、別に最後に縫ってそれでも良いと思います。お好みですね。で、幅、反対側も同じような高さに、同じ位置に印をつけて穴を開けていきます。最初リッパーとかでね、ちゃんと裏に接着芯は必ず貼っておいてください。リッパーとかでちょっと切り込みを入れて、で、ハサミでしっかり、硬いですね、これ、すんごい硬い。あたたたたた、で、しっかりたら、ここにもうちょっと綺麗にした方がいいですね。で、差し込んで、つれちゃった、これどこはつれないようにした方がいいですね。差し込んで、裏から留め具を留めますね。留め具を留めて、で、この金具は外側でも内側でもどっちでもお好みで大丈夫です。で、倒したら、これね、ちょっとペンチで倒さないとね、硬いと思います。爪でやると爪やられちゃうので、で、上からこういう薄い接着芯を貼っていきます。で、両方正確に貼るには、こういう一回仮止め してね、微妙に位置調整してから爪は曲げた方が良いですね。マグネットボタンをつけて上から薄い接着芯を貼りました。で、次に脇を縫っていきます。必ずここの入れ口の線をしっかり合わせて脇を縫います。で、その時に両方縫うんですが、必ず裏の方に返し口を1箇所、そうですね、10センチぐらいですかね、開けておきます。脇を縫いました。裏側1箇所返し口を開けてあります。で、次にここ
余ってるので、このね、2センチもともとタックを取る予定で長くしておいたところに1センチのタックを取っていきます。縫うのは1センチのところまでですね。1センチのところ、ギリギリのところまで1センチのタックを、1、2、3、4箇所、表地4箇所、裏地4箇所ずつ取っていきます。底の部分にタックを2箇所ずつ取りました。で、次にちょうど角に当たる部分に切り込みを入れていきます。そうですね、あんまり入れちゃうと裂けちゃうので、5ミリぐらいですね、切り込みを入れます。切り込みを入れたら、この底を合わせてここを縫っていきます。底の角を4箇所縫いました。縫いにくい時はこっちのこの地を三角にこうやって広げて、こうやってピッと広げて縫うと割と綺麗に縫えると思います。どうしても縫えない場合は手で縫っても良いですね。で、縫い代は割って、ここにあのアイロンテープで貼っちゃいました。こっちはね、割ってるだけですけどね、裏はね。で、そしたら次に表に返していきます。この返し口からちょっと引っ張り出して返します。はい、繰り返しました。表に返して返し口を閉じました。入れ口はアイロンで整えて、縫い目が見えないようにしてあります。最後に入れ口を縫った方は別に両方ここにステッチをかけても良いと思います。で、次にハンドルをつけていきます。最初のここ6センチ、6センチだったんですけど、6センチのところに印をつけます。6センチのところに印をつけて、で、ハンドルをね、こういうふうに、2センチね、2センチ、これ38センチです。2センチ、この端、縫い目がね見えない方が良いと思うので、外側からこっち側から見てこの縫い目がない方にして、ここね、お手持ちの、グルーガンでもいいですし、今裁縫上手っていう、よく湯沢さんとか行くと貼るだけでお洗濯もできるっていうのり、すごい強力なのりも出てますね。そういうので貼っても良いと思います。で、私そういうの持ってないんで、このアイロン補修シートでね一回貼って、ちょっと周りをかがっていこうかなと思います。いずれにしろこんな形でね、6センチのところで折って、こんな形になるわけですね。こんな形で、で、反対側もこの6センチのところで2センチでこんな形になっていけばいいわけです。これねじれないように気をつけてください。で、あとでちょっとね、ここレースがあるのであんまり縫い込むとかっこ悪いんで、上だけね留めていこうと思います。で、2本同じ長さでね、こんな風にして仕上げていきます。ハンドルを、留め付けました。そしたらこんな風に端を
留めていきます。糸を2本取りにして、際ですね、あのハンドルのところはもう硬くて通せないので裏側から入れて、ここを3回ほどしっかり縫い留めていきます。1回で2回ですね。で3回目は内側に引っ張り出します。内側に引っ張り出してしっかり糸を引いて、ここで玉留めをします。で、見えないところが針を出して糸を切ります。こんな風にして4箇所すべて留めていきます。4箇所縫い留めました。で、用意しておいた底板を入れます。これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。